こんにちは。こんな風に子供が机にシールを貼っちゃってなかなか綺麗に取れないことってありますよね。今回はこのシールをこういったどこのご家庭にもあるもので綺麗に剥がす方法をご紹介します。まずはハンドクリームを使ってシールを剥がす方法をご紹介します。ハンドクリームをちょっと多めに出してシール全体が隠れるくらいに塗ります。はい、5分ほど置きました。取れますか、見てみましょう。あ、綺麗に取れましたね。ベタベタも残ってません。次はお酢を使った方法です。お酢を使うときはティッシュやコットンに浸して使います。コットンにお酢をたっぷりめに含ませて、これをシールの上にきれいに貼ります。そしてしばらく待ちます。5分ほど置きました。じゃあちょっと取れるかどうか見てみましょう。あ、シールがお酢でふやけてますね。あ、ベタベタ残らずきれいに取れましたよ。お酢を使うときは材質によっては色移りをしたり色が褪せてしまったりとかするので、材質によっては使うのを気をつけましょう。次はドライヤーを使った方法です。シール剣を緩ませます。ちょっと長めに10分ぐらいドライヤー当ててみました。剥がれるかな。あ、綺麗に剥がれました。今日はどこのご家庭にもあるこういうものを使ってシールの綺麗な剥がし方をご紹介しました。ぜひ一度お試しください。